はい、どうもヒーローゆうきです。今回名古屋キャンピングカーフェアなんですけど、東亜モータースさんのブースを見ていきます。ご紹介いただくのは澤田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ミリミリランド、はい、澤田さん、今回の東亜さんのブースお願いします。はい、はい、一応ですね、今すごい人気のありものはキャブコンですね、中心に3台、はい、持ってきてます。はい、一番手前こちらモビですね、新しいニューモデルの、はい、横幅ちょっと狭いタイプです。コンパクトサイズ で、 そうです、ね、ちょっとお手頃。そうです、お手頃のタイプの、はい、ものですね。キャブコンとその後ろが、まあ、うちの定番になってます、あのボーンですね。ボーン、はい、の DC レイアウト、はい、後ろエントランスのタイプを今回持ってきてます。はい、でそして一番後ろ青い車ですね、あれがうちの、まあ、ハイグレードモデルといいますか、エクスクルーシブ、あのリチウムを4つつけて、うん、なおかつ走行充電器、はい、あのハイパーエボシステム組んでるものの、うん、一応こちらの3台をメインに今回持ってきてます。ちょっとじゃあそれぞれの違いなんかをざっくりと伺っていってもよろしいでしょうか。はい、まずこちら手前にあるモビーなんですけれども、はい、まあ、先ほどもちらっと言ったように、まあ、横幅をちょっと狭くしてる、はい、であとはまあ使ってる具材ですとか素材の方でコストをちょっと下げて、うん、まあ、なるべくちょっと手が届きやすい金額にっていう風に心がけて作っているようなモデル。とはいえお高いんじゃないのって思う。まあそうですね、まあ、正直僕らの出してるボーンっていうシリーズ、はい、あれがもうほぼほぼ1000万超えてしまうんですね。今1000万超え当たり前になってきましたよ。そうなんですよ。でそこをなんとか1000万切れるようにっていうのがこのモビーのシリーズになります。じゃあ1000万しないんですね、モビー。そうですね、はい、一応まあ展示のモデルですね、これガソリンのタイプなんですけれども、はい、まあ、一応こちらにある、まあ、800万円ちょっと、まあ、でまあ諸経費とあとナビ関係ですかね、はい、少し入れてってやっても、まあ1000万はこう切れるようにっていう設定にしています。はい、中も拝見してよろしいでしょうか。はい、どうぞどうぞ。お邪魔します。はい、ちなみにこれなんとかモデルっていうのは、あ、そうですね、これが RWB っていう後ろ側のダブルベッドの広いタイプになってます。 WB はダブルベッドの WB です、ね、そうですそうです、はい、お邪魔します。はい、広い、いや、 やっぱベッドスペース広いっすね。そうですね、まあ、一番の特徴で、はい、まあ、そのまま、まあ2人寝れるよっていうサイズであって、うん、であとはこのモデルに関してはフリースペースってあのマルチルームですね、個室を、はい、わざと外して、うん、中を広くしてるようなそういうタイプですね。空間がすごい広く感じます。そうですね、うん、まあ、これでも横幅でいうと2メーター、まあ、弱といいますか、まあ、2メーターいかないぐらいの、はいはい、幅で作ってはいるので、はい、なんかそれ以上ありそうに見えますよね。そうですね、はい、結構僕らのモデル見比べていただくとさほど変わらないねっていう意見の方がやはり多いかなっていう印象です。はい、でキッチンスペースが電子レンジと、はい、ちょっと冷蔵庫。そうですね、はい、2層のタイプ使ってます。冷凍冷蔵、これなんか評判いいとかって感じましたか。そうですね、はい、これも 12V のタイプにはなるんですけれども、はい、結構冷えます。あ、そうなんですね、はい、よくキャンピングカーのだと一つの扉で中で、冷凍と冷蔵とって分かれてるモデルが大半なんですが、はい、うん、もうそもそもの、まあ、家にあるようなタイプ。そうですよね、はい、まあ、使いやすくて、まあ、なおかつこう冷えがいいよっていう。うちのカタリストレーナー絶賛なんですよ。あ、そうなんですねこれがいいと。そうですね、前回も確かに、はい、言われてましたね。はい、であと家庭用のエアコンもあるし。そうですね、快適そうですね、はい、そうですね。でこの800万円という金額の中にはこの家庭用のエアコンですとか、はい、この電子レンジ、まあ、うん、あとはそのインバーターですね、動かすための、うん、そのあたりは全て標準でついております。お、標準というのがまた嬉しいですよね。そうですね、もう最近はこの装備がないとっていう方がやはり多いので、はい、このあたりは、まあ、あのポイントを押さえてっていうような感じですね。はい、はい、でこっち見るとバンクベッドになってます、はい、そうですね、まあ、こちらもそんなに狭くは感じないかなっていうような作りにはしていますね、うん、はい、でウォークスルーもできると、はい、そうですね、はい、はい、じゃあボーンの方もお願いします。はい、行ってみましょう。メルメルランド、ボーン、ボーンですね、はい、まあ、こちらのボーンの方は、スタンダードのモデルといいますか、はい、まあ、僕らが定番で作ってる2メーター10センチ横幅ですね、うん、で長さが5メーターの、キャブコンタイプになりますね。はい、もうボーンは結構前からありますよね。そうですね、もう東亜といえばボーンって今だいぶ馴染みが出てきてっていうのもあるんですが、うん、まあ、ずっと通年、まあ、モデルを変えながらこう進化させてっていうようなタイプですね。でこれはリアエントランスですね。そうですね、はい、DC っていうタイプですね、はい、
でお値段がやっぱり1000万を超えてくると。そうですね、まあ、こっちの方の金額、まあ、肉のタイプでまあ約1000万円というところになるので処刑費等々入れるとまあ1000万弱っていうようなところにはなりますね。はい、まあ、ただ先ほどのモビーと違ってこちらあの断熱のパネルですとか、あとはそのソーラーパネル、あとは換気扇ですね、マックスファンのベンチレーター、このあたりは標準でついているので、はい、まあよりモビーのよりかは装備がついているようなそんなイメージになりますかね。はい、じゃあちょっと中の方も拝見させていただきます。はい、即納車あるんですか？即納車あります。あのやっと出てきました。はい、すぐ乗りたい人には嬉しいですよね。そうですね、はい、いやこのリアエントランスはこの広さ、そうですね、めちゃくちゃ広いです。じゃあ前の方から後ろを見ると、はいはい、こんな感じの空間が広がってます。このモデルはやっぱりこの中の広さですね、まあ、贅沢にと言いますか、まあ、空間が広いからこそくつろげるっていう、そこがかなり、いいモデルになってるかなと。本当に贅沢ですよね。もうこの状態でここに一人寝れてしまうという。そうです、はい、でさらにこう横に寝れるんですよね。そうですね、横向きにも寝れるように、はい、レイアウトすることもできます。まあ、あとそれこそもう全部ここの、ダイニングの部分がベッドにできるので、全面フルフラットにもできる。そうです、なのでまあそれこそお父さんお母さんあとお子さんともうみんなでここで寝てっていうのもできますし、はい、まあ、ワンちゃんとかペットの飼ってる方なんかにもすごい人気なモデルですね、やっぱりファミリー層に人気ですか？そうですね、結構今までその2段ベッドでそれぞれ寝てっていう方もやはり多いんですけれども、はい、やはり逆にその赤ちゃんまだ1人で 寝させてっていうのがまだ厳しいよっていうご家庭の方なんかにはすごいこちらあの好まれますね、うん、はい。後ろの装備もちょっと、はいはい、そうですね、エアコン、家庭用エアコン、そうです、これ家庭用エアコン、先ほどまあモビーと同じ作りになってまして、うん、あとはキッチンですね、はいはい、後ろにキッチンがあるタイプと、はい、あります。でこのタイプはですね、実は下にタンクがなくてですね、下に60リッターのでかいタンクをつけております。なるほど、はい、なのでここもまあ物入れとして使っていただくこともできるようになってます、うん、はい。あとはちょっとそちらからだと見えないんですけど、ここの下ですね、ここの中に、はい、電子レンジが入ってます、ここですね、はい、そうです、こちらです、ここに電子レンジが入ってます、はい、あります。まあ、あとは走行充電器関係は、シーテックっていう、まあ、高性能なものを使っているので、うん、はい、まあ、ちゃんと充放電といいますか、うん、あの走ってるだけでも満充電できるようにっていうシステムはちゃんと組まれています、はいはい、あとはここのでここがマルチルーム、はい、マルチルームも結構広いです。広いですね、外からもアクセスできるし、はい、下防水になってるし、これなんかトイレルームにしてほしいとかシャワールームにしてほしいとかそういうのってできるんですか？できます、はい、あ、じゃあもうその辺は要望次第で。そうですね、まあ、それこそトイレだけっていう方も、まあ、あと両方つけたいという、はい、そういう方も、うんうん、あのどちらも受け付けできるようにはなってます、はい、その辺は嬉しいですね。はい、そうですね、選べます、はい、あとはここもちょっと今家具が入っちゃってるんですが、はい、ただこういう板入れてでも全然まだ入るぐらいの、ね、はい、まあ、それこそコート長物もある程度ものであれば全然入れられちゃうので、うん、はい、着替えを入れていただくっていうのはすごいいいかもしれないです、はい、そして両開きの冷蔵庫です、はい、そうですね、こちらが、うん、どっちでも開くっていうのがいいですね。ですね、意外とこれが便利っていうのはやっぱり言われますね、うん、はい、そうなんですね、ありがとうございます。では、はい、後ろの方もお願いします、はい、行きましょうか。みるみるランド。はい、でこちらは、はい、こちらがボーのエクスクルーシブってハイグレードのモデルになってます。ハイグレードっていうのはどの辺がハイグレードなんですか？そうですね、あの先ほど見ていただいたボーンの、まあ、基本的な部分はそのままなんですけれども、はい、バッテリーがまずリチウムのタイプ、リチウム使ってます、うん、はい、で400のリチウムに、あとはハイパーエボシステムって、まあ、急速充電ですね、はい、こちらを可能にするシステムが搭載されている。でも電気に強いと。そうですね、はい、なるほど。それこそもうエアコンですとか夏場の、うん、回しながらアイドリングでも充電全然入っちゃうよという、はいはい、そういうシステムが組まれているので、はい、こちらの方が全体的には、グレードが良くなっている。お値段もそうするとちょっと上がってくるんですかね？上がりますね、はい、こちらの方だと1172万から、はい、結構いきますね。そうですね、なんだかんだ1200万からっていうようなイメージにはなりますかね、はい。
まあ、あとはそうですね、車自体あの、はい、大きさがですね、長さ全長が20センチほど先ほどのボーンより大きくなってまして、うん、5メーター20センチ、はい、そうですね、サイズはちょっとあの長くしております。はい、はい、中を見るとこんな感じで、そうです、まあ、これがよくある定番の、まあ、キャンピングカーといえばといいますか、はい、よく見るキャブコンのタイプですね。そうですね、はい、あ、やっぱ照明つくとまたちょっと全然違いますね。そうですね、ちょうど今ちょっと切れちゃってたんですけど、はい、つけるとこんな感じ。これぞエクスクルーシブといった、そうですね、感じの。先ほどの、まあ、キッチンもですね、はい、これはもう備え付けのタイプですね、うん、二口コンロ、お、はい、ついてます。で、あとはこの換気扇もですね、このあたりもついたりですとか、あとマックスワンのベンチレーター、うん、このあたりも全部ついてますね。当然家庭用のエアコンもついてます。ついてます、はい。この下に間接照明あるのがまたこの演出すごくないですか。そうですね、結構こう好まれると言いますか、はい、はい、ね、ちょっとしたところなんですが、うん、結構大きいポイントにもなってますね。はい、そうです、そうです。で、後ろが2段ベッド。そうです、2段ベッドですね。結構幅広いですね、やっぱり。そうなんですよ。先ほどのボーン、通常のタイプでも2段ベッドタイプあるんですけれども、うん、横幅がこれが80センチなんですね、うん。で、こっちのエクスクルーシブはこれ1メーター横を取ってるので、はい、大人の方でも、まあ、がたいのいい方でも、まあ、寝返り打てるよっていう。うん、じゃあ、2人寝れるってことですか？寝ようとは全然いけちゃいます、ね。上下、2人、2人。そうです、そうです。はい、そうなんですよ。まあ、それぞれまあ寝る人数っていうのも本当まあ目安にはなるので、うん、はい、実際まあね、小さいお子様とお父さん、うん、もしくはお母さん寝るよっていうのであれば全然十分なスペース取れるかな、はい。あとはこの寝板の部分も上と下っていうのはこう外せるように、はい、ね、はい、なっているので、まあ、ここだけ外しておけば下で結構広いベッドでっていうような、まあ、常設ベッドっていう形でも使うことができますし、うん、まあ、あとは上も荷物乗せてとか、まあ、レイアウト、はい、下もこれも外せるので、うんうんうん、はい、あ、荷物めっちゃ入るじゃないですか。めちゃめちゃ入ります。お、まあ、僕のお客様で実際この下のところにワンちゃん用のスペースとして、はい、下この板全部取っちゃってっていう方も中にはいたりするので、あ、まあ、そういうちょっと、まあ、改造といいますか使い方っていうのもできたりしますね、うん、はい、いや、これでペット連れいいっす ね、 そうですね、ワンちゃんと一緒に旅っていうのも、はい。でここのマルチルームですね、はい、はい、マルチルームはさっきと一緒ですかね。そうですね、はい、下が防水になってます。はい、ミルミルランド他のもちょっと拝見していこうと思うんですが、はいはい、そうですね、あと持ってきてるモデルですとこちらのクラインアーレですね、はい、アーレ、はい、軽キャンですね。そうですね、軽の、まあ、バンタイプというか、まあ、なんていうんですかね、まあ、中をこう仮装してっていうような、まあ、シンプルなんですけれども、はい、いろいろ試行錯誤して作ってるので、うん、いろいろ詰まってるようなモデル。いろいろ詰まってる、はい、いろいろ詰まってます、はい、確かにいろいろ詰まってますね。そうなんですよ、これですね、はい、意外と軽キャンもこういうバンタイプで、うん、結構いろんなの突っ込んでっていうのがあまりないのが、まあ、確かにそうですね、はい、まあ、オプションでは入れられるよっていうメーカーさん多いと思うんですけども、これはもうこれ全部入れてっていうのを標準にして、もう最初からこれ今見えてるの全部ついてくるってことですか。ついてきます、これは、はい、テレビモニター、電子レンジ、はい、セラミックヒーター、はい、そうです。でさらにここに冷蔵庫も実は、ここに冷蔵庫、これも最初からついてくる、ついていきます。嬉しいですね、はい、そうなんですよ、まあ、最初からじゃあ快適な車中泊ができちゃうよっていう、ね、そうです、そうです、はい、あ、まあ、こんなような系もあれば、あとはこちらですね、我々のモデルでは結構定番になりましたインディっていう、インディ108。なんかこれもう終わりって聞いたんですけど。そうなんですよ、はい、実はこうもう在庫ある限りで一旦終了になります。ちょっと寂しいですね。そうですね、はい、もうインディすごいなんか人気あるなと思ってたんですけど。そうですね、僕も結構な台数やはり販売させていただいてますけれども、はい、やはりいろんな使い方される方で、いろんなの環境の方にまあ愛されるようなモデルではあるので、はい、まあ、ちょっとねこの一番主力でもあるんですが、はい、一旦ちょっとここで、じゃあ完全な終わりじゃない
ないですか。ですね、一応そう次を考えてはいるんですけれども、はい、ただ正直まだこういう車でこうしてっていうのはまだ定まってなくてですね、うん、そうなんですね、はい、まあ、経験はちょっと引き続き、まあ、人気な 車両にはなりますので、うん、作ろうっていうのは会社としてはあるんですけれども、はいはいはい、まだちょっと未定っていう。じゃあどうなるか分かんない。そうですね、はい。ちなみに在庫あとどのぐらいあるんですか。だいたい今20切ったかなぐらいです、ね、じゃあ本当に早いもん勝ちっすね、はい、乗りたい人は。本当今年入ってその発表になってからすごい今お問い合わせいただいてます、はい、本当ですか。あのそうです、このイベントでもやはりこれもうなくなっちゃうんだよねっていうので見に来られた方何人かいらっしゃったので、はい、もう本当にちょっと欲しいよっていう方はちょっと取り急ぎ、お早めにですね、そうですね、お問い合わせください。はい、わかりました。はい、であとじゃあ最後ですか。あとはそうですね、こちらですね、はい、フィアットデュカト。そうです、デュカトです。まあ東亜といえばっていう風に言っていただける方が、まあ、今回も結構多いんですけれども、はい、まあ、このフィアットのそうですね、デュカトをベースにしたキャンピングカーになります、うん、はい、これ大きさはどのぐらいなんですか。そうですね、これが一応長さ 5m40cm で、横幅がだいたい、はい、2m で、高さが 2m60 ないぐらいですね。はい、でまあバンのタイプそのまま、まあ中を仮装してるよっていうタイプになりますね、はい、はい、お値段がまたいいお値段しますね、こちらも。そうですね、大元の金額大体まあ1000万円ぐらい、まあ、先ほどのボーンと正直あまり変わらないかなっていう、はい、ああああ、ただあのこの車に関してはいろいろとちょっとつけているので、うん、装備が結構つけてます。ああ、なるほどなるほど。まあ、目いっぱいつけるとこのぐらいの金額になりますよって、まあ、ちょっと参考のものにはなるんですが、はい、まあ、いろいろちょっとこれはそのそれこそシャワーつけたりボイラーつけたりですとか、はい、ああボイラーとかもついてるんですね、はい、そうついてます。はい、まあ、基本となる金額のところであとはもうオプションに合わせて金額が変わるよっていう、うん、まあ、そういったような感じの、はい、ご案内が多いですかね。運転席助手席反転して、はい、前ここがリビングダイニングみたいな感じで、そうですね、はい、でマルチルームがあって、そうです、はい、でありがとうございます、はい、どうぞどうぞ。両開きの冷蔵庫があって、はい、この回転する椅子好きなんですよねそうですね、これがなかなか、これいいっすよね。やっぱり国産車にはこのタイプっていうのがどうしても難しいと言いますか、うん、まあ、車両の構造上ちょっとできないよっていう車がやっぱ多いんですよね。フィアットですと、まあ、それこそ普通車みたいにあのボンネットがあってエンジンが前にあってっていう形なので、こういうフラットに作れるんですけれども、よくある日本のもうトラックとか、あのお尻の下ですね、運転席下にエンジンがあったりするので、その分やっぱ出っ張っちゃったりですとか、ちょっと構造上やっぱフラットに作るよっていうのは難しいんですよね、はい、あの聞きたかったんですけど、予算が1500万出せますっていう人はボンを選ぶかこっちのスペランツァを選ぶかで、どっちのお客さんにどういうふうに澤田さんはお勧めしますか。そうですね、あの、まあ、僕の、まあ、案内の仕方で言いますと、はい、正直金額っていうよりかはそのお客様一人一人っていうんですか、うん、その使い方に合わせて僕は寄り添うかなっていうのはありますね。例えばそれがあの、まあ、予算内で買えます、うん、どっちも行けますよっていうのであれば、うん、じゃあ例えば遠出したいのか、はい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 、それがまあ連泊してすごい点々とするよ、それがもう近場でいいのかとか、あとは家族構成ですね、その、あ、何人で使うか、まあ、そうです、2人で使うのか、まあ、もしくはたまに例えばお孫さんがついてくるよとか、うん、はいはいはい、ってなってくるとこのタイプだとちょっと寝るところかなとか。あ、確かにそうっすね、はい、そういう人はボーン、ボーンとかの方がやはりあの寝れる人数っていうのはある程度やっぱその車の形で決まってしまうので、うんうんうん、ただやっぱ走りの快適で言ったら輸入車の方が全然僕はおすすめしていますね。じゃあ夫婦2人で遠くに行くって人は、はい、そうですね、フィアットデュカトベースの方がいい、はい、おすすめはしていますね。なるほど、はい、わかりました。はい、そうです、そうです。でこれもマルチルーム。そうですね、マルチルームが、はい、あります。はい、ここもあれですか、トイレにしてほしいとか、はい、シャワーにしてほしいとかっていうのに答えていただける。そうです、そうです。要望に合わせて、まあ、使い方に合わせて選べるように。親切ですね、東亜さん。いやー、まあそう、まあなるべくそうですね合わせられるようには努力はしていますね。まあ、どうしてもね、あの同じ使い方する方っていうのはやっぱ少ないので、はい、もうそれこそ僕もね、何十組も販売させていただいてますけど、うん、同じ使い方で同じ車ってやっぱ一つもないんですよ。なのでそこにまあできるだけこう寄り添えるようにっていうので選べるようにしてます、はい、ちょっとじゃあ後ろからも拝見してよろしいでしょうか。そうですね、はい、今後ろに回ってきました、はい、
まあ、この観音開きっていうのもフィアットの特徴ではあるんですけども、そうですね、はい、まあ、それこそここを広げてテーブルやって、はい、まあ、バーベキューしたりとかっていう使い方される方もやっぱりいらっしゃいますし、はい、まあ、このモデル特徴的なのが後ろがもう対面のシートになってまして、うん、広いっすね。そうですね、もう後ろにもそのリビングとして使える空間があるよ、はい、でここもシート全部組み替えていただくと下がメインでベッドにできるようになってまして、これはオプションでプルダウンの昇降式ベッドついてます。これいいっすね、はい、これでまあ2段でっていうので、まあ、最大4名ですね、はい、寝てっていうのができるようになってます。澤、はい、田さん、最後にメッセージお願いします。はい、まあ、東亜モーターさん販売、まあ、いろんな、まあ、それこそ軽自動車から輸入車まで幅広く扱ってます、はい、で特に今この輸入車ですね、スペランザもだいぶ玉数増えてきましたの で、うん、そうですね、はい、こちらもちょっと案内できるのがだいぶ早まってきているので、はい、うん、まあ、もしちょっとご検討中のお客様ですとか、はい、あとはそれこそキャンピングカー初めてだよっていう方とか、はいはい、もしご質問とかあれば気軽にお問い合わせください。わかりました、はい、というわけで澤田さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。